今日はメルちゃんが一人でネネちゃんのお世話をしてみるよ。わ、ネネちゃんどうしたの？何？お腹が空いたんだね。じゃあネネちゃんにミルクをあげるね。はい、ネネちゃんミルクだよ。たくさん飲んでね。ミルクをごく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 。全部飲んだよ。あー、ネネちゃんすごい。ミルクたくさん飲んだね。たくさん飲んだら眠くなってきた。あー、いけない。ネネちゃんがこんなところで寝ちゃった。風邪ひいちゃうよ。ネネちゃん、起きて。すやすやすや。むにゃむにゃむにゃ。わあ、すっかり寝ちゃったみたい。ネネちゃんをちゃんとお世話しなきゃ。よし、こうなったら、トコ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 。この机を片付けてと。代わりに、よいしょ。この、じゃーん。ネネちゃん用のベッドを用意したよ。ネネちゃんをここに、よいしょ、運んでと。よし、これで大丈夫。ネネちゃんがベッドですやすやおねんねしているよ。見て見て、ベッドのここの部分にネネちゃんって書いてあるの、かわいいでしょ。ぐっすり眠ってるネネちゃんにお布団かけてあげようと。はい、ネネちゃん、お布団をどうぞ。よいしょ。風邪をひかないようにね。すやすや眠ってるネネちゃん、とってもかわいいね。今日はメルちゃん一人でネネちゃんもお世話できちゃった。ちょっとお姉さんになれたかな。アソブームの動画は面白かったかな。携帯電話で動画を見ている人はここのチャンネル登録というボタンをポチッと押してみてね。みんなのお気に入りの動画がきっと見つかると思うから、ぜひチャンネル登録ボタンを押してアソブームの動画を毎日見てみてね。